はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、実際にあった質問をもとに作成、あなたはどっち、どっちのカードでしょうということで、えー、こちらの企画やっていきたいと思います、えー。パート33ということでね、ちょうどゾロ目の、えー、タイミングになりますが、今回はね、えー、先日登場しましたフォーカスドプレイヤーの、ね、件で質問がね、来てましたので、はい。こちらについてね、ちょっとお答えしていこうかなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということでね、まあ DM 等で、えー、相談いただいた内容になりますが、今回ね、まあ結構グレード的にも安価な選手たちの、えー、やっぱりね、問い合わせが多いということで、はい。その中からね、3選手、ちょっとね、興味深いものを選んできた次第であります。で、おそらくですね、まあこちらの元に届いた質問というのは、まあね、その質問者の方だけの問題ではなくて、まあおそらくね、J クラユーザーの方、似たようなね、えー、なんか、 ね、悩み、悩みって言ったらおかしいけど、まあ疑問というかね、まあ本当にこれね、入れ替えていいのかとか更新していいのかというところの、まあやっぱりね、なんか疑問点とかをね、持ってる人もいると思うので、まあぜひね、えー、その方にもね、えー、ぜひ届ければなと思いまして、えー、質問があった、えー、ものをね、動画にしてるというね、えー、感じでやらせていただいてますが、さあ今回ね、どういった比べになってるのかというところでね、今回ちなみに更新ではなくて、あのー、全部、 あのー、他の選手との比較の、えー、動画になります。結構珍しいかなと思いましたね。はい、ということで、じゃあ早速ね、もうここからやっていきたいんですが、じゃあ左からね、順に、まあ、藤原選手、えー、西澤選手、ファン・ソッコ選手の順番でやっていきたいと思います。では、もう早速ですが、一つ目の比べやっていきましょう、こちらです。はい、えー、左がアルビレックス新潟藤原宗也選手のフォーカスプレー第6弾ですね。 で右が、えー、川崎フロンターレ時代の谷口翔吾選手のレギュラーですね。去年これ、去年の後半ですね。で、えー、ボランチでの比べになりますが、すでにね、まあ、今、谷口選手をボランチで使ってて、まあ、そこに藤原選手を引いてきたと。で、これは、まあ、その入れ替えるべきでしょうかというところの質問でね、はい、えー、上がってましたので、そちらについてお答えしたいなと思います。では、ここからですが、まずカード同士のね、比べをやっていくんですが、まずグレードですね。 はい、ここは藤原選手91、谷口選手95ということで、谷口選手の方が4高いです。まあ、ただシーズンまたいでるので、そんなに大きな差はないかもしれません。で、あとはタイプが藤原選手バランス、谷口選手がテクニックということで、ちょっとここにね、対して偏りはあるかもしれません。で、あとはね、総合力とか比べていきたいんですが、能力値が、総合力がですね、谷口選手が6250、対して藤原選手が6176ということで、 大体まあ74かな。谷口選手の方がちょっと高いというね、ほぼほぼやっぱり変わらないぐらいのね、数値にはなってますということですね。はい。で、あとは、えー、ディフェッチとかね、まあ、スタミナとかをちょっと比べていきたいんですが、ディフェッチが、えー、谷口選手が1354に対して藤原選手が1350ということで、ほぼほぼ一緒ですね。はい。で、あとスタミナが、えー、谷口選手が1068かな。 で対して藤原選手が1145あるので、これは藤原選手の方がちょっと高めですね。80ぐらい高いかなというせい、えー、感じかなと思いますで。あとはまあそうね、他の数値はそんなに変わらなさそうですが、まあ、言ったらテクニックタイプなんで谷口選手の方がちょっとテクが高いぐらいかな。あとは他のはそんなに変わらないと思っていいと思います。まあ、なので一応ね、まあそうね、若干ではありますが、まあ藤原選手の方がちょっと有利には見えますね。はい であとスキルですがえ、藤原選手がガーディアンインターセプト、スペースへのフィード。で、対して谷口選手がピンポイントタックル、え空中戦、ピンポイントフィードということで、まあ、ここも若干ちょっと違いがありますかね。まあ空中戦かインターセプトぐらいの。あとはまあフィードの種類の違いとか、でタックルがまあ上位スキルかどうかというところぐらいですかね。まあちょっと違いがあるかなと思います。 で、あと、ボーナスセンスが、藤原選手が、えー、ディフェンス20%アップと、スタミナ15%アップのダブルセンスね。はい。で、えー、谷口選手がパワーの、えー、センスと、金パワーのね、センスとなってます。はい。というところが、まず表面の比べですが、まあ、ここはね、ちょっとね、カードにね、えー、特徴があるというか、まあ、能力値もそうだしね、まあ、ボナ戦の種類も違うし、まあ、スキル形態も若干違うので、ここはね、比較が結構ね、いろんな部分でしやすい。 感じかなと思いますね。はい。ちょっと差が出てると思うので。じゃあ、そういったところを拾っていくために、一回ね、今回のね、注目ポイントというのをね、整理していきましょう。では、こちらです。はい。まず、能力値についてなんですが、これ、ボナセン等の計算を入れた場合ですね。はい。これが、ディフェが1620ですね。はい。で、スタミナが、ごめん、ちょっと計算してなかった。<laughs> ちょっと待ってね。うん。<laughs> 1145×1.5 してなかったね。1.15か。1317ですね。はい。ちょっと待ってくださいね。動画撮りながらですが、ちょっと書き換えさせていただきます。ちょっと皆さんの画面はね、もうすでに書き換わってると思いますが、何ぼでしたっけ ?1317 か。で、これ、金ディフェン、あ、銀利フェ、実質銀ディフェかな。うん、の分が入っての計算値になります。 で総合はちょっとここまで計算には入れてませんが、えー、一旦ね、さっきの数値を借りて、6176ですね。はい、ということで、えー、入っております。で、片谷谷口選手の方が、えー、ディフェが1354、スタミナ1068、で、総合が6250という数値ね。ここはパワーがね、えー、ボナセンだったので、まあ、一旦この主要ステータスに入ってないですが、一応意味はあるあのバフだと思ってください。で、あとスキルについて。うん、まあ、ここね、ちょっと触れましたけど、 まあ、スティールと空中戦の違いがちょっとね、大まかな違いに見えましたね。はい。で、まあ、ここのボランチというところに対しての空中戦とスティールっていうのはス、まあ、スティールが特にね、結構大きな役割を果たすんですよね。で、当然空中戦もその役割を果たすんですが、さあ、果たして、うん、どっちの方が価値あるかなというところですね。まあ、個人的にはね、やっぱね、装置でてスティールの方がちょっと価値あるんですけど、まあ、ただ展開によって空中戦の方がハマったりはするんでね、まあ、ちょっと難しい比較でもあるかなと思いますね。はい。 ここはちょっとね結論でまた詳しくお話ししておこうと思います。で、あと問題なのはやっぱりもうそうね、スキル面、能力面に関してなんですが、まず谷口選手を使ってるっていうね、現状があるので、まあここに対して乗り換えるほどの価値が、えー、藤原選手にあるのかなというところで、まあ今日はお話をしていこうかなと思います。 はい。ということで、えー、注目ポイントは、ま、能力値スキル面。まあ、こんな感じかなと思います。で、あと一つちょっと付け加えさせていただくんであれば、谷口選手の更新が現状、ま、代表が来た時ぐらいに限られてるってことね。うん。これもちょっと一つのね、見え方かなと思います。だから、ま、あ言ったら、そのね、今のそのレギュラーカードの更新が、げえー、代表でしかできないってなると、どっちみち、まあ、ま、あその、なんて言うんだろうな。 ま、その更新するしないというのはず,ずっとね、あの、引き続き、なんていうかな、まあ、更新というところじゃなくて入れ替えという形で対処していかない可能性の方が高いってことね。要は誰かのね、いいボランチを引いた時にどっちみち、また帰る買えないの話をしないといけないっていうところね。はい。というところで、まあ、そこもちょっとね、えー、可能性としては、まあ、あるのかなと。うん、ま、今回のね、あの、比べに影響してくる可能性はあるのかなというところですね。はい。さあ、ということで、えー、今回のね、じゃあ結論を見ていきたいんですが、こちらです。 はい、えー、この2人をね、比べた結果なんですが、藤原選手優勢はもう間違いないんじゃないかなと思います。で、問題は、さっき言った通りね、この入れ替えるべきかどうかというところですが、まあ、考えることがね、いくつかあるんじゃないかなというところで、まあ、代表的なところ2つね、ちょっとね、えーあの、書かせていただいてます。まず1つ目、これね、ライトサイドバック、右サイドバックはどうなのか問題ね。例えば、まあ、ボランチで悩んでるんだけれども、右サイドバックどうなのかなと。例えば、右サイドバックの今の選手と、 えー、藤原選手を比べたときに、どっちがちょっと有利っぽいかなと。で、これ、藤原選手がね、良さそうであれば、ちょっと育てやすいあの環境に、ね、なりますよね。な、ま、ん、あ、でかというと、例えば今、ボランチで藤原選手を入れ替えておくとするじゃないですか、とりあえずね。で、藤原選手の右サイドバックもできるんで、例えば、そこのボランチにもっといい選手が入ってきた場合、右サイドバックにスライドできるというところも踏まえてね、まあ、育成がしやすいと。要はまあ、藤原選手の見え方として、まあ、結構長持ちしやすいよねということは言えるわけですよね。 逆に今、まあ、右サイドバックが結構しっかりしてた選手、まあ藤原選手よりもね、センスとかガチガチについてて、まあ、例えば藤原選手が、じゃあボランチでね、入れ替えたとして谷口選手ねで、使えなくなったらベンチに行っちゃう場合っていうのは、ちょっとやっぱりそのね、あのー、まあ場合は、まあ少しはちょっとね、入れ替えにくくはなるのかなと思いますね。はい。これなぜかというと、まあその藤原選手のね、カードを見てもらったらわかるんですが、 ま、ディフェッチがね、すごく高いわけではないんですよね。まあ、スタミナは結構自信あると思います。はい。ってなった時に、まあ、やっぱりその、まあ、ね、あのー、これからのカード、まあ、その、言ったら後半シーズンのカードとか、まあ、それ、それもそうだし、まあ、来シーズンのね、それこそ24シーズンのカードとか、もっと先を見るんであればですね、まあ、そういうところを考えた時に、ちょっと能力値負けする可能性もね、ないとは言えないんですよね。うん。ってなると、まあ、ちょっとそこで藤原選手で本当に入れ替えていいのかなっていう疑問は、 ちょっと生まれるし、まあ、そこは人によるんですけど、欲が出てしまう場面でもあると思うんですよね。例えば、もうどうせ入れ替えるんだったら、今、谷口選手、ある程度、まあ、しっかりと、ね、した能力値の選手でもあるので、まあ、どうせ入れ替えるんだったら、今後、ね、長続き、長持ちしそうな選手に変えたいという人もいるだろうしね。はい、そういったところを含めて、まあ、ちょっと、ね、この右サイドバックがどうなのかというところは、まあ、ちょっと、えーまあ、この問題に絡んでくる一つの、まあ、ポイントかなと思いますね。はい まあただ、これは間違え、間違えて解釈してほしくないのは、あの、右サイドバックがじゃあ、そのね、藤原選手に硬いからって言って、もう入れ替えちゃダメとか、そういう話じゃないですよね。うん、そういう話ではないと。で、まずね、あの、前提で、結論のね、前提におきましたが、今回のその比べ、単純な比べとしては僕は藤原選手の方がいいと思ってます。はい。なので、別に右サイドバックが、その藤原選手に硬い、いい選手がいたとしても、まあ、それは現状の話で、もしかしたら今後藤原選手にいいセンスがついていったりするかもしれないからね、育成する段階でね。 とかもあるし、まあそのね、状況変わるかもしれないんで、て考えると、まあそうね、別に藤原選手をボランチに、その右サイドバックが藤原選手よりじゃ硬い選手がいるからといって入れ替えちゃダメだよという結論ではないです。そこだけ勘違いしないように気をつけてください。あくまで一つの、まあ、入れ替えるところの目安の考える一つのポイントと、うん、思ってください。で、当然、まあこのポイントだけじゃなくて、もう一つまあ大事なことがあるとしたら、やっぱりセンスはどうなのか問題ね。うん。 これ、まあ、単純に今回僕がやってるのってカードの比べの差ではあるんですが、まあ、カードの強さっていうのはね、単純に、まあ、この表面だけで決まる問題ではなくて、まあ、キラーとか、まあ、センス、他の3センスね、とか、あとクラブリンクの現状とか、まあ、そういったところもフルで関わってくるところなので、まあ、藤原選手が、その、まあ、じゃあ谷口選手のね、センスとか比べたときに、まあ、もうすでに優勢であるとか、もしくはまあ5部ぐらいなんじゃないかなと、うん、いうところまで持ち込めてるんだったら、もう余計に入れ替えやすいよねって話ですね。 まあ、例えばの話、谷口選手の方がスキルが結構しっかりしてて、藤原選手じゃあ、一から育てようってなったときは、ちょっとね、まあ、その谷口選手の出来次第では、まあんまり強く、なんていうかな、ステップアップできないんじゃないかっていう可能性があるんで、まあ、そういうところもしっかりと考えた上で、まあ、あの変えるか変えないか。まあ、特にそうね、まあ、大きく響いてくるのはスキル強化だったりとか、 あとは、そうですね。まあ、ディフェッチが、例えば他のセンスで上がってるとか、というのは特にね、敏感にならないといけないところ。もしくは、キラーかどうかとかね。うん。まあ、あとはクラブリンクもそうですけど、まあ、そういうところの、その、他の部分の、まあ、その他の部分というところを見て、まあ、どうなのかなというところも一つ大事になるかなと思います。まあ、単純なカードの比べだったら、藤原選手がね、まあ、ディフェッチも、まあ、スタミナ値も、まあ、正直スキル構成も、まあ、藤原選手の方が安定は安定しそうだと思うんですけど、 うんまあ、そこがだからちょっと難しいよね。だからそこでまあ差が結構まあ同じぐらいで、ね、カードの比較ぐらいあるとか、まあ、自分の目線で見てこれは入れ替える価値があるなと判断できるんだったらもう変えていいと思いますね。でさっき言った通りも谷口選手が更新という入れ替えということが補強に関しては結構プラスにプラスというかまあそこをほとんどの感じで考えないといけないと。で代表カードできたとしても、まあ、もしかしたらその更新対象にならない可能性もあるしね。 まあそういうところを踏まえると、ちょっとやっぱり今、J リーグにいない選手というのは不利なので、どっちみちそうね、今後、ボランチの問題がつきまとうぐらいだったら、一旦ねまね、藤原選手で一旦まあ蓋しておいてもいいんじゃないかなと、そういう考えは別に全然ありだと思うんで、個人的には前向きに検討していいと思います、ここはね。ただ、その他の要素とかによっては、そんなに大きなねあの更新というか、入れ替えにならない可能性もあるんで、そこはちょっとご自身でね考えて考慮すべき点かなというところがお伝えできれば、伝われば、 まあいいんじゃないかなと、今回の比べはね。はい、そんな感じで、えー、締めておきたいなと思います。まあなのでカードの比較自体はね、もう藤原選手が、まあほぼほぼ、まあ硬いかなと。まあ入れ替えていいかなという結論ではあります。はい。まあですが実際はね、まあそのカードのね、表面だけの問題ではないんで、まあそこのね、内面の問題もしっかりと見た上で、えー、慎重にぜひね、考えてみてはいかがかなと思います。 はい、い続きまして2つ目の、えー、比べ見ていきましょうこちらですはいここ左がエスパルスの西澤選手の、えー、今回のフォーカス・プライ第6弾ねで右が名古屋グランパス時代の相馬勇紀選手のこの後半レギュラーですね、はい、こちら左ウィングで使ったときにまあね更新すべき、まあ、入れ替えすべきなのかというところで、はい、ここも質問が来てましたので、えー、お答えしていきたいなと思います まあ今回結構ね、過去作とのね、比較多いですね。やっぱね、まあ、ポジション的にも結構ね、希少性があるとこなんでね、まあ、そうなりやすいのかなというところはちょっと感じましたかね。はい。というところで、じゃあ、ここね、比較していきたいんですが、まずグレード面ね、まあ、ここは西澤選手がね、88、87なんで、1有利となってます。で、これ、プラスね、シーズンまたぎもあるんで、まあ、だいぶ、まあ、プラス4ぐらいは乗ってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、実質グレード的には5ぐらい違うと、うん、まあ、思っていいんじゃないかなと思います。 でえー、タイプが西澤選手がテクニック、相馬選手スピードなんで、まあ、ここはちょっと能力値の差がそれぞれに現れそうです。であと総合、まあ、能力値ね、見ていくんですけど、総合値が、えー、西澤選手が5854、片や相馬選手が5487なので、ここは380ぐらいかな、約ね、うん、それぐらい、370、80ぐらいは、まあ、西澤選手の方がちょっと高いというところと、 あと、ま、比べていきたいところとすれば、まあ、オフェテクだと思うんですよね。このタイプだとね。まあ、スピードも悪くはないですけど、まあ、スピードがいるかどうかでちょっと微妙なとこなんでね。はい。ということで、えー、一応見ていくと、まあ、オフェッチが、西澤選手が1369かな。で、相馬選手が、1130かな。ということで、ここは230、240ぐらいは西澤選手の方が高いというね、オフェッチに関しては、計算になります。 であとテクニックチームもね、まあ、ちょっと西澤選手の方が有利かな、まあ、タイプもあるんでね、1027かなと、えー、相馬選手が908ぐらいなんで、まあ、120ぐらいは、えー、高いと思っていいと思います。一応、スピードも見ておくと、スピードが相馬選手が1032で、西澤選手が989なんで、約40ぐらいかな、40ちょっとぐらいは、まあ、相馬選手の方が高いと、はい、思っていいんじゃないかなと思います。 はい。ということで、一応ね、ステータスの比べは、まあ、西澤選手の方がちょっと有利ですが、まあ、ボナー戦とか含めてね、まあ、見てみないとわからないので、まあ、ここはちょっと後で、また注目ポイントで比較していきましょう。はい。じゃあ次、スキル構成ですが、西澤選手3スキルで、ライトニングクロス、高精度サイドチェンジ、フェイントドリブルという組み合わせですね。で、片井相馬選手が、レーザークロスと音速ドリブルという組み合わせです。えー、共通しているところとしては、アーリークロス系をね、持ってるというところなので、まあ、ここはちょっと比較の対象になるかなと思いますが、 であと、他のね B、C スキル、まあ相馬選手はちょっとね2つなんで B だけですが、まあ、ここもちょっと比較の対象に入ってきそうのかなという組み合わせになってますね。はいまたここも注目ポイントで詳しく比べてみましょう。で、最後ですが、えー、ボナ戦ね、はいここが、まあ、テクニックが西澤選手と、でオフェが相馬選手となってますので、まあ、これはそれぞれのね、ちょっと、えー、さっき比べた能力値に変動がありそうです。 でさっきちょっとね、1回目のとこ比べ忘れましたが、えチームスキルね、まあ、西澤選手がね、ミッドフィルダー全パラ強化 A ということで、で、相馬選手がミッドフィルダーのオフェンス強化 B。まあ、これもそんなに大きな差はなさそうな気がします。はい。ということで、えー、まあ、見ていきましたが、じゃあこの表面上のね、えー、ポイントをちょっとまとめて、えー、注目ポイントとしてね、上げさせていただきたいなと思います。では見ていきましょう。こちらです。 はい、えー。今回の注目ポイントなんですが、まず能力値なんですが、これ西澤選手がオフェが1369。で、テクが1232。これは金テク込みの、はい、数値です。で、5854という総合値です。で、相馬選手がオフェが1356。これ金オフェね、入れたらこんな感じです。で、テクが908。で、総合が5487。で、スキルについてなんですが、これどっちもね、さっき言った通りね、レーザークロスとライトニングクロスなんで、どっちも ARE クロスがあるという組み合わせで、 まあただ、その B スキルがね、まあ、西澤選手がサイドチェンジとフェイントドリブルという結構いい組み合わせしてるんで、で、相馬選手はちょっとね、レーザーとはね、相性悪いに音速ドリブル持ってるんですよね。うん。ここをどう見るかですね。一つね、ねポイントになるんじゃないかなというところで、えー、まとめさせていただけたらなと思います。なので、ちょっと一旦振り返ってみると、能力値のオフェッチの差はほぼなくなりましたね。えー、ボナー戦入れてね。まあ、ただ、テクの分が入ってくる、来てるので、ここの差はちょっと広がったという感じですね。はい。 まあただですね、今回一応注目ポイントとして能力値上げてますが、正直ね、このポジションね、まあ、僕的にはやっぱスキル重視なんで、うん、どっちかというとスキルについての方がね、やっぱ、うん、比重が重いというか、比較の時のね、まあ、そんな感じにはなるかなと思いますね。はいまあ、一応能力値のね、まあ、西澤選手の方がまだまだちょっと優勢というところに見えますが、ここはそんなに大きなポイントではないと、はい、一つ言っておきたいなと思います。 ということで、えー、じゃあね、この、えー、注目ポイントを特に用いまして、今回ね、じゃあ結論を早速ね、出させていただきたいと思います。では見ていきましょう、こちらです。はい、ここはね、西澤選手が優勢ですね。はい。で、入れ替えるべきかどうかというところに関しては、個人的にはここ積極的に考えていいんじゃないかなと思いましたね。はい。でなぜかというところの、まあ、理由としてなんですが、 これ現状、相馬選手が更新がやっぱりね、さっきの谷口選手とそうなんですけど、まあ、J リーグに今所属してないということも踏まえると、環境が良くないですよね。だから、相馬選手自身の上積みというのが、なかなか測りにくい状態であるというところと、あと、A、RE、クロスはね、それぞれ持ってたんですけど、それ以外のスキル構成というのもね、意外と大事だったりするんですよね、このポジションね。はい。となると、まあ、やっぱりね、あの西澤選手の方がそういう面でもだいぶ有利に見えるので、 まあ個人的にはそこがちょっと圧倒的かなというところも踏まえまして、その環境面とまあ現状の,そのカードの比較とまあ比べた結果、ここはまあ個人的にはもう積極的に乗り換えていいという判断をさせていただきました。おそらくですが、西澤選手って今チャレンマー多分周回できるんじゃないかなというところのまあ育成環境の良さとか、そういうのも踏まえまして、ちょっと入れ替えやすいのかなと個人的には思いましたね。あとはそのまあポジション的な話で言うと、これ左ウィングですよね。 左ウィングのクロスターを欲しいと思ったら、なかなかね、僕もそうですけど、手に入んないですよね、あんま思ったぐらいの選手、例えばもうスキル構成結構しっかりしてる選手というのは、なかなか入ってこないですよ。っ、うん、なると、個人的にはそういった、なんていうかな、ポジションの面もあるし、そのまあ選手同士のその育成環境の差もあるし、まあそ,のね、そうじて今の,、ね、そのカードの比較もあるし、まあ、いろんなことを比較した上えで、まあ、乗り、まあ乗りまあ、入れ替えやすい環境というのは、すごく整ってるなと、この比べは思いました。 まなのでちょっと押しやすいって感じですね、はい。ということで、まあこれちょっとね、さっき一つ目の比べと、まあ、ちょっと似たようなところをね、比較してるところもあるんですが、うん、そうね、まあ、ここはちょっといろんな要素が圧倒的かなっていう感じがしました。で、入れ替えても結構長続きしても、ね、長持ちする可能性があるスキル構成だと思うし、まあ活躍もできそうなんで、まあ自信持って、うん、まあ、ここは僕だったらもう変えるかなっていう感じかなと思います。 さっきみたいに、まあそのね、ポジションによっては、そのさっきね、藤原選手と谷口選手の比較とかね、あの見ていただいた方は分かると思うんですが、まあ、例えばセンスの付き方とかね、まあ、そのねあのその例えば、そこでじゃあ、その入れ替えようとしてるところで使えなくなったらとか、そういう話はね、どっちかというとね、ここはね、あんまり考えなくていいと思うんですよね。はい、例えばの話、僕とか基準で言うんだったら、 結構ボレーボレーとかの交代使ってる人ってカットインよりもそのクロス系だったりとかフラスルとかまあそういうアシスト系の選手をね重宝してる可能性があるんですよねでその相談者の方のデッキ次第にもここにはなるんですけどまあ例えばボレーボレーとかの交代を考えてるんだったらその交代要因としてもね枠があったりするわけですよもしかしたらねってなった時にまあそのスタメンで仮にじゃあ使わなくなったからといってじゃあポイじゃなくて控えに回ったりとかまあできる可能性も十分にあるんでね まあそういうところを踏まえると、まあ、しかも希少性のある、ね、ポジションでもありますから、でなかなかそういうね、結構その、例えば A スキルは結構いいのを持ってきてる選手っていうのは結構いるんだけど、BC とかがそれぞれ結構理想的なスキルを持って出てくる選手ってあんまりいない気がするんですよね。A スキルは結構しっかりしてるんだけどね、だからまあそういう意味での満足性が高い選手というのは、あんまり出てこないポジションだし、そもそもまあ供給が薄いので、まあ、個人的にはそういったところが、うん、まあ大きいかなと。 思いますなのであんまり,り、まあ、入れ替えても後悔しづらいというかね、うん、むしろなんか仕上げてやろうぐらいの気持ちで、まあ、ここは積極的に入れ替えて、まあ、その順序は別にどっちでもいいと思います、まあ、例えば、まあ、よりね確実なものにしたいんだったら、まあ、チャレン集会とかしてじゃあ西澤選手のグローとか集めて、まあ、しっかりと例えばセンスとかキラとかをね蓄えた上で乗り換えるっていうのも全然いいし、まあ、そうじゃなくてもうね入れ替えてしまってそこから仕上げに行くでも、まあ、ポジション的にもどっちでもいいと思うんで。 はい、ここはもうおすすめしたいなとまあ積極的に書いていいんじゃないかなという結論で、まあ、背中押しておきたいなと思います、まあ、よかったら、まあ、似たようなね何、えー、て言うかなまあね状況でまあ更新しようかどうかとか、まあ、入れ替えしようかどうかというのを、ね、悩んでる人もいると思うので、まあ、よかったらね是非、えー、考える理由の参考にしていただければなと思いますはいでは続きまして、えー、今回最後ですね3つ目の比べ見ていきましょうこちらです はい。えー、左がサガントスのファン・ソッコ選手の今回のフォーカスドプレイヤー第6弾。右がちょっと古いですが、浦和レッズのショルツ選手の、これね、21年の12月のフォーカスドプレイヤーやね。はい。これのね、相談来てましたね。うん、久しぶり見たね、僕このカードね。はい。ということで、まだまだね、現役で使ってる方もいるんじゃないかというね、このショルツ選手のね、はい、カードですが。さあ、これをセンターバックとして入れ替えるべきかというところで質問が来てたので、じゃあ答えていきたいなと思います。 はい。ではまず最初にカードの比較をやっていきたいんですが、ここはグレード面なんですが、ショルツ選手が一応2有利ですね。91と89なんでね。ただ、もう年度2回またいでるんで、だいぶファン・速攻選手の方が有利だと思います。まあ、正直グレードで言どんぐらい変わるんだろうね。まあ3、32が6と思ったらいいんかな。6ぐらい足しても4ぐらい有利なんかな。4、5ぐらい有利なんじゃないかなと思いますね。はい。で、えー、ここからですが、 えー、まずタイプですね、まあ。スタミナタイプとテクニックタイプということで、ここもちょっとね、えーまあ、特徴のある、えー、ステータスはちょっとね、変わりそうですね。まあ、それぞれ特徴のあるものになってそうです。であとは、えー、能力値比べていきたいんですがさ、ここ総合値がファン・ソッコ選手が5952、片谷ショルト選手が5541なので、えー、計算すると約400ぐらいかな、400ちょいぐらいは、まあ、ファン・ソッコ選手の方が高いかなというね、えー、数値になってます。 で使用ステータス比べていきたいんですが、まずディフェッチが、えファン・ソーコ選手が1548で、ショルツ選手が1260なんで、だいぶ差ありますね。300までいかないけど、まあ、300付近ぐらいは差、はい、があると思っていいと思います。であとスタミナも1170と937なんで、これ37かなあ、957かなというところなんで、まあ、ここも200ちょいぐらいは、うん、ファン・ソーコ選手の方が有利ですね。はい という感じになってます、まあ。テクニックタイプなんで、テクニック値はショルツ選手の方がが、ね、100ぐらい有利だったりとかはしますが、まあ、あとの他のところはそんなに差がなさそうですね。はい、そんな感じとなってます。だから、まあ、主要ステータス的に言うなら、ファースト・ソッコ選手の方がだいぶ有利と、うん、思っていいんじゃないかなと思います。でスキル構成ですね。これ、ソッコ選手が、えー、ガーディアン・ヘディング・クリア・フィードですねで。ショルツ選手はガーディアン・インターセプトなんで、ここも、まあ、インターセプトとヘディングの組み合わせの差がありますね。 フィードはまあ,あるなしはそんなに大きく影響しないと思うんで、ここはそんなに今回考えなくてもいいんじゃないかなと。まあ、あるに越したことはないと思いますけどね。はい、思います。で、あとチームスキル、ここね、まあ、ファン・ソッコ選手がディフェンスゴールキーパー全パラ強化 A に対して、ショルツ選手がスタミナディフェンス強化なんで、まあ、これはショルツ選手の方がちょっと優勢かな。はい。で、ボナセンが、ソッコ選手がディフェンス20%とスタミナ15%アップのダブルセンス。 でショルツ選手がディフェンス20%と EP、えー、これ30%かな、のダブルセンスと、はい、なってますので、まあ、ここも、まあそうね、スタミナが上昇するかしないかの差はちょっとありますね、はい。というふうなこの2枚の比べになってますが、果たしてどうでしょうということですね。まあ見え方としてはショルツ選手を使ってて、ソッコ選手にじゃあ乗り換えるかどうかというところの、まあそれぐらいの差があるかどうかというところなんでね、まあ、そこを楽しんでいただければなと思います。 はい。ということで、表面上の比較は以上となりまして、ここからはね、注目ポイントをまとめていきたいなと思います。では、こちらです。はい、えー。今回の注目ポイントなんですが、まず、能力値についてですが、こうファン・ソッコ選手がディフェが1858。これ、金ディフェ込みね。はい。で、スタミナが1346。これ、銀スタ込みです。で、総合は、えー、ちょっと計算にはしてないですが、5952でしたね、さっきね。はい。 でショルツ選手がディフェが1512これ金ディフェ込みの数値ですねでスタミナが957で総合が5541というね数値になってますであとスキルについてなんですが、まあ、スティールある分ね、まあ、ショルツ選手の方がちょっと印象がいいと、まあ、ただファン・ソッコ選手もねまあタックルとヘディングの組み合わせなんで、まあ、ある程度はやっぱ期待できるかなというところがちょっと争点かなと思います はい。ということでね、センス込みとかになるとね、ファン・ソッコ選手の方がだいぶ特にスタミナとかはね、もっともっと差が開きまして、まあ大事、まあ大事っていうか大事になるぐらいのね、本当にもう400、400くらいかな、約ね、ぐらいの差ってでかいと思うんで、まあ確かにそうなんですけど、まあディフェッチはね、そんなにまあ、まあちょっと離れましたけどね、ここもね。まあ食らいついてるって感じがするので、まあ問題はこのスタミナっていうのは、まあその交代するかしないかにもよってくるんで、まあ、交代するんだったらあんまり気にしなくてもいいかなぐらいの差だと思います、正直ね。 まあ、例えば、後半頭からね、ショルツ選手に書えて誰か入れるんだったら、まあ、そのスタミナ値の差というのは気にならないとかね。まあ、そういうところもあるので、まあ、ここは状況に応じてね、ちょっといろいろ考えていく必要がね、正直あるのかなと思いましたね。はい。さあ、ということで、えー、この注目ポイントをもとにですね、今回のじゃ結論を出していけたらなと思います。では、結論を見ていきましょう。こちらです。はい。えー、カードだけの比較であれば、まあ、走行選手が優勢だと思います。 ただですね、まあ、入れ替えはセンス面で考えたいかなと。特にフルタイムで使うときね。はい。となります。これなぜかというと、まあ、ショルツ選手がね、まあ、それなりにね、なんだかんだ仕上がりいいんですよね。はい。まあ、ディフェチも1500台乗ってますし、まあ、コーミとはいえね。で、まあ、スキルも、まあ、ガーディアンとですね、インターセフト持ってると。で、入れ替えのハードルはまあまあここ上がると思うんですよね。はい。で、どうせ入れ替えるなら、まあ、ファン速攻選手に両選手とかキラーがある場合の方が、決断はしやすいかなと思いましたね。はい。 まあ、ここね、まあ、見た目だとそうなんですけど、その、まあ、能力値の差とかも結構大きいんだけど、これね、一つやっぱ考えないといけないところは、ショルツ選手の更新なんだよね。うん。さっきのね、2選手と違って、ショルツ選手は結構今ね、めちゃくちゃいいカード着てる選手なんですよ。で、今後のその展開とかを比べたときに何が言えるかって言ったら、青オーズとか多分絡むんですよね。ってなると、シーズン後半まで結構期待が持てると。で、なんならワン,ワンチャン来シーズンとかも、 長い目で期待が持てるので結構多分今までそれで引っ張ってきたと思うんですよね。で、多分これはね、質問された方もね、分かってると思うんですよ。で、そこの更新にかけるか、まあ、ファーストコ選手で折り合いつけるかみたいなところの相談で多分来られたと思うんで、まあ、そこの話をちょっとメインにすべき必要があるかなというところで、ご本人にお話ししたんですが、個人的にはその、まあどこ、どこを目指すといったら難しいですけど、例えば、まあ、センターバックを2本組んでて、でその1本がショルツ選手の負けですよね、多分ね。 でなった時に、じゃあもう1人の選手はどうなのかというところのお話とかも、まあ絡んでくる話でもあるんですよね、正直ね。例えば、もう1人の選手も、ちょっと更新伸びな悩んでて、さすがにちょっと、もうついていけなくなってると、ね、まあ、結構古いカードだったりとか。っていう場合の人もね、多分この動画を見てくれてる人の中にもいると思うんですよ。そこ、渋りまくって、ちょっと高め目指しすぎてるのかなみたいな方もいると思うんですよね。はいまあ、その場合はセンターバックにわかるんで、まあ1回、この孫コ選手ぐらいで折り合いつけてもいいと思うんですよ、僕はね。はい 例えば、まあ、センターバックって別に何ていうかな、交代とか考えるんだったら、まあねあのまあ、1枠なり2枠なり交代対象となるんですが、まあ、ファン・ソッコ選手だったら、ねまあ、ディフェチに関してもそうですけど、まあ、スタミナ値に関してもそれなりに高いのでうん、まあ、別に、ねよくまあ、悪くはないかなと思うんですよただ、ね、1つ懸念材料があるとしたらスティールがないってことですよねうーんスティールがないんだよね。 スティールがないっていうのはまあそんなに毎試合毎試合きついわけじゃない正直うん別にねただ結構ねその僕もそうです僕もそのスティール使って持ってないトゥーリオ選手の代表の TS 使ってるからこそ分かるんですけどこれね勝ち試合っていうのはねそんなに影響してないんですよね実はねこれじゃあ負け試合とか引き分け試合とかになった時に何で負けたんだろうな なんで引き分けになったんだろうなっていうところの要因で結構絡んでくるんですよ、これ。うん。センターバックのスティールないからここ枯れなかった、ここの失点を防ぐんだったらここ、ね、スティールで枯るしかない場面なんだよな、でも持ってないんだよな、どうしようもないよな、みたいな感じになりやすいんですよね、実はね。うん。だからまあそういうのが結構重なって負けって出てくるんで、だから僕は正直ね、まあ能力値とかだったら圧倒的だと思うんですよ、これね、この比較。 まあただ、そのさっきにはない面ね、その、例えばショルツ選手が更新できるとか、まあ、その、言ったらソッコ選手にね、まあ、そのスティールがないとか、うん、まあ、そういうちょっと不完全要素があるとかを考えると、ここまでショルツ選手を引っ張ってきたんだったらっていうのもあるね。うん、ここで、ね、折れていいのかなっていうね。うん、だから、まあ、どうせ、例えば乗り換えるんだったら、 個人的にはスキル面も能力値面もある程度納得できる選手じゃないと折り合いつかないんじゃないかなっていうね。結局ね。例えばあの話、じゃあそこまで引っ張れた人がですよ。じゃあここ、ソッコ選手のね、そのスティールがないもの。でも他の能力値とかいいというところで一旦折れたとしましょう。折れた後の話をするんであれば、多分ですけど、納得いかなくなるんじゃないかなっていうね。うん、結局なんでそこで折れたんだろうなみたいな。 感じになる展開の方僕だったらまあ僕だったらよ僕がそこまで我慢できたんだったらやっぱりその我慢に総じた納得できるその仕上がりのカードを手に入れるまで追い求めたいなっていう気持ちは絶対あると思うんですよね僕,な僕だったらよ立場的にねでそれで仮にまあその入ってこない場合もあるし当然ね でもしかしたらここ我慢したことによっていいことがあるかもしれない。もしかしたら全然入ってこなくて結局あの時にまあ入れ替えとけばなとまあアマテラサイとかも近いしなみたいな感じにはなっちゃうかもしれないんですけどまあどっち取るかだね。うん。まあここが一つのまあターニングポイントと捉えるのかまだまだ例えばこれからね後になったらまあさっき言ったね青図とか、まあ、シーズンフォーカスとかね去年結構ディフェンダー強かったりとか、まあ、もしかはフォーカスまだまだ残ってたりとかするしね。うん。でそういうところにまあかけるのか まあこれは一つのね、すごくね、大事な判断時期だと思うんですよね。で、別にこの今回ね、比べで取り上げてるこのね、あのー、比べですけど、まあこういった対象になってる人って結構多いと思うんですよね。だからその自分が我慢してきて、そのね、古いカードとかを使い続けてきて、まあいずれは、いずれは入れ替えたい、更新したいってなってきた時に、それなりのカードが入ってきた時っていうのは、まあ絶対悩むと思うんですよね。うん。で、そこで変えていいのか変えたらダメなのか、まあこれ当然僕も通ってきた道です。はい。 で僕はどっちかというとそれで成功してきた側の多分人間だと思ってるんで、まあ例えば僕もすごく悩んだことがあって、CF ね、うん、こう僕の話で言うんだったら CF を前まで、まあね、えー、バンデーラのジョーゴ選手だったかな、を使ってた時期に、があって、で、いずれはまあ異次元とかボレーに自信ある選手にね、乗り換えれたらいいなと思ってたところに、まあ去年のね、ちょうど、ええー、まあシーズンオフ手前ぐらいかな、 まあ3月とかね、2月ぐらいだったと思いますが、まあトップスコアラーの、まあパトリック選手、まあ異次元ボレー持ちのね、まあパトリック選手とか持ってきて、しかもまあスキル強化までついたんですよね。いろいろフュージョンしてたらね。てか元々持ってたんかな。うん、元々持ってたやつを移植したんかな。で、スキル強化持ちの、まあ異次元のスキル強化持った、まあ異次元、まあ C ボレーだったと思いますけど、異次元ボレーの、まあパトリック選手が入ってきた時に、すごい悩んだんですよ。うん。すごい悩みました。で、 僕がその時、なんで乗り換えなかったんです結局ね。もう顔面もあるのに、乗り換えなかった一つの理由としては、そう僕も結構我慢してきたんですよね。CF の選手ね。我慢してきた。まあこれのね、ほんとショルツ選手と似たようなぐらいで、結構我慢してきて我慢してきて、まあそれなりの選手は持ってきたんだけれども、それでも我慢して我慢しててやってた時に、まあそういった選手が手に入りましたと。で、グレードも94ぐらいだったんで、能力値も当時の、まあ結構ね、トップクラスに近いぐらいの能力値もあったし、別に能力値の不満もないし。 で、ボナセも確かオフェだったし、みたいな。うん、全然文句ないんですけど、ただ、その我慢に見合ってるかっていうところをすごく考えたんですよね。で、一つきっかけになったのは、その、例えば、その相談者の方もそうだと思うんですけど、まあ、皆さんね、これ聞いてる皆さんもそうだと思うんですけど、自分のクラブリンク使ってるチームに誰がいるかって話なんですよ。僕だったら CF ってなると、山岸選手いるわけじゃないですか、アビスパって。ここが一番の最大補強だと思ってたんですよね、ずっとね。で、しかも、結構いいカードが出てきたぐらいだったんですよね。 まあ、去年2桁得点とかもしてね。で、これから、その上がっていく可能性が十分にあると。なった時に、僕はここの <laughs>、ここで、クラブリンクとかの対象とかも捨てて折れていいんだろうかっていうのをね、すごく悩んだ時があって、で、それもいろいろ結論出して、結局ね、後に、じゃあ回すっていう決断をした結果、今年山岸選手95来た時に仕留めてるんで、で、それで満足して今使えてるんで、だからそういうところも大事なのかなと。まあ結局、ここで折り合いつけていいのかっていうのは、 その現自分がね使っているクラブリンクのチーム結構その特にひいきにしているチームがあるんだったらそこの選手のまあ例えば今回だったらセンターバックに誰がいるのかというところも一つ大事な要素なのかもしれませんのでまあいろんな面を考えた上でまあここはまあ一旦言っといてもいいなと思うんだったらまあファン・ソッコ選手に今回ねちょっと話戻りますけど変えてもいいと思うしじゃ逆にいないんだったらまあいるんだったらまあその選手のえまあ獲得を待つとかね まあそういう考え方でもいいと思うので、まあそこはぜひね、しっかりと考えた上で後悔ない決断を、えー、してほしいかなと思います。はい。ということでね、今回第33回目の、えー、どっちのカードでしょうやっていきました。ちょっと最後ね、長くなりましたが、まあ更新するかしないかというところに関してね、まあ考えてるのはそういうことかなというところが、まあこの動画を通してね、今回3パターンありましたが、まあそれぞれね、特徴があった比較になったと思うので、えー、ぜひね、なんか参考にするもとになればいいなと。 思いつつまあつゃ喋ってきましたがちょっと喋りすぎたかなというのもありますけどね。はいということで、えー、じゃあ今回のね、えー、どっちのカードでしょうは以上となります。ご視聴ありがとうございました。これに失礼しましババイバイ